市南区日赤通りにやってきました。さあ今回もですね、和紅茶専門店気心さんにお邪魔をしています。この和紅茶の世界を知るも第4弾になりました。今回は私平岡千歩がご紹介します。さあそれではお店に行ってみましょう。本格的な和紅茶が豊富に手に入るお店として人気の和紅茶専門店気心。無添加、無香料、無着色、さまざまな産地で作られたこだわりの和紅茶がずらりと並びます。そしてなんといっても可愛いのはパッケージ。母体が印刷会社ということもあり、季節のギフトを選ぶのにもぴったりのお店です。今回もお話は店長の元園さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。元園さん、はい、もうここ母の日仕様になってすごく華やかになってますね。そうですね、母の日のパッケージに変えました、ね。はい、カーネーションなんかもすごく素敵なんですが、はい、母の日ギフトの中でも今回は何をご紹介していただけるんでしょうか。はい、今回はですね、母の日限定ギフトでセレクトパックなんですけども、はい、うちのオリジナルの高宮とレモングラスとあまおういちごが入ったフルーツティーなんですけども、その中でも鹿児島産のこちらの紅うららをご紹介したいと思います。紅うらら、はい、すごくもう素敵な名前なんですけど、どんなお茶になりますか。はい、こちらはですね、紅風紀という一番茶を使った紅茶になりますので、渋みも楽しみながら、後味が甘い紅茶になってます。はい、ちょっと味がますます楽しみですね。はい、ご用意いたしますので。早速いただきます。あ、もうでももうこのカップを上げたこの時点で結構香りが強いんですね。そうですね、品種の、紅風紀の茶葉を使ってますので、はい、香りは豊かだと思います。ちょっと香りでも楽しめる感じですね。ですね、はい、いただきます。あ、渋い感じですね。そうですね、鹿児島の緑茶なんですけど、はい、結構濃ゆく出るお茶なので、はい、紅茶発酵してなった紅茶でもやっぱりこう渋みをすごく楽しめる、紅茶になっていると思います。はい、私初めての和紅茶だったんですけど、はい、ちょっと緑茶寄りな感じですよね。そうですね、どちらかというと鹿児島はそうですね。ね、はい、食事の時にこうすっきり飲みたい感じですね。そうですね、はい。じゃあ次にご紹介いただけるのはどの紅茶になりますか。はい、熊本産のあかりという紅茶になります。はい、こちらは香りを高めるために焙煎を時間をかけてされているので、先ほど飲まれた紅うららよりは甘みがあると思います。甘みのある、はいはい。そしてこれパッケージも結構インパクトありますよね。そうですね、あかりという名前なんですけども、はい、お茶の色が濃ゆく明るく出るのであかりっていう名前になってます。いや、じゃあちょっと見た目も楽しみの一つということになりそうですよね。はい、またぜひご用意いたしますので、はい、お願いします。こちらがあかりという紅茶ですよね。はい、そうです。はい、もう色もそうですね、明るい、違いますね。明るい色に色合いになってます。はい、はい、あ、もう香りもまたね、香ばしい感じで、香ばしい感じですよね。ちょっとよりこうお茶な感じですね。ほうじ茶に近い感じかもしれませんね。焙煎を長くしてますので、いただきます。甘いですよね。甘いんです ね。美味しさ、お砂糖とかは使ってないんですけども、お茶の作り方によってこんなに味わいが変わってくるのが紅茶の面白いところですね。はい、これちょっと温かいね、ホットで入れていただいてるんですけど、ちょっとこれからの時期は冷たくキンキンに、ね、冷やして飲んでも美味しそうですよ ね。 そうですね、アイスティーでも多分おすすめの商品だと思います、ね。これはね、元園さん、はい、女子は好きです。あ、よかったです、ね、美味しい、本当に何杯でもいけそうです、元園さん、はい、私こちらも気になったんですけど、これはプレママにもおすすめなんですね。そうですね、基本紅茶にはカフェインが入ってるんですけども、はい、
こちらは農薬を使わずに作られた紅茶シリーズになります。一つは本当にノンカフェインの恵みって言いまして、大麦とごぼうの紅茶をセットしたものと、あと風花ですね、こちらやめさんになります。あと生姜も乾燥生姜を使ってますので、妊婦さんもちょっと体が冷えた時とかゆっくり飲めるようなお茶になっているかと思います。ちょっとどれも気になるんですが、はい、私やっぱり冷え性なので生姜気になります。そうですね、はい、ピリピリっとしないのですごく香りも豊かで、美味しい紅茶になってますので、はい、またご用意いたします。お願いします。あ、もう生姜の香りが、すごいするんですね。いただきます。あ、不思議、味はもうまるっと生姜なんですけど、ピリピリ感がないというかマイルドなんですね。そうですね、紅茶とブレンドをしていることによって、その飲みやすい生姜紅茶になっているかと思います。乾燥生姜をそのまま紅茶にブレンドしてしただけなので、はい、多分ピリピリ感はないと思います。飲みやすい紅茶ですね。で、私この時期でも本当に手足が冷たくなるんですけど、ちょっともう飲んだ瞬間からこの辺熱くなります。高くなってます。そうですね、体の芯から温まる紅茶じゃないかと思います、ね。はい、しかも飲みやすいですね。そうです ね、やっぱり女性が多いんですか。そうですね、女性の方が多いですね、これやっぱり送られるとお母さんたち喜びそうですね。そうですね、そういった時間を母の日に作っていただきたいですね。そうなんです。なかなかやっぱりお母さんになってくると、自分のためにこう紅茶を入れるっていう時間がもう贅沢な時間になりますので。そうですね、ほっと一息していただきたいです ね、はい、ほっと一息いただきます、はい、どうぞ。癒される、おいしい。私和紅茶3種類いただいたんですけど、はい、それぞれやっぱり味も違って、和紅茶って深いなと思いました。あ、そうですか、美味しかったです。あ、よかったです、今回は母の日特集ということなんですけど、はい、私もらう側になったんですが、ありがとうございます。いつもうちの子が母の日ってギフト何あげていいか悩むって逆に相談されるんですよ。あ、そうですか、はい、何かおすすめありますか。はい、今回はですね、お母さんにゆっくりほっと一息してもらいたいってことで、これはおしゃれマグカップって一人用なんですけども、そのカップに紅茶をセッティングした、ギフトになってます。こちらは母の日のギフトにおすすめ商品になってます、はい、今回はカーネーションもお付けするような感じで、ちょっとお母さんありがとうの言葉を添えてプレゼントしても喜ばれるんじゃないでしょうか、はい、いや、これ私母ですけど欲しいですね。一人用のマグカップなんですかこれ。そうなんです、茶こしもついてますので、はい、ティーパックを入れても結構ですし、茶葉を入れて飲まれても結構だと思います。入れた後はこちらを外していただいて、こちらで飲むような形のシリーズになってますね。これこそ本当まさに自分のために入れる紅茶専用っていうことですよね。そうですね、お茶の色もはっきり分かりますので、はい、色も楽しみながら飲んでいただけると嬉しいかと思います、ね。はい、色の楽しみ方も先ほど教えていただいたので、はい、ね、こちら絶対皆さんお母さん喜ぶと思います。またこのメッセージカードもつけていただけるんですか。はい、そうですね、お母さんありがとうのメッセージカードは自由に選んでいただけます、ね。このマグカップもそしていろいろ柄は選べるんですか。そうですね、7シリーズありますので、お母さんにぴったりの柄を選んでいただければ喜んでもらえるギフトになっていると思います、はい。じゃあそれぞれセレクトして自分のお母さんに合ったギフトをオリジナルで作れると、そうですね、ということなんですね、これまた贅沢なギフトですね。そうですね、今日は本当に素敵なものをたくさんご紹介いただいたんですが、最後に一言お願いします。はい、シーズン的にホワイトデーも、皆さんに人気があるんですけども、年間通して、ナンバー2の母の日もぜひ皆さん和紅茶気心をよろしくお願いいたします。ね、もう本当にギフトがたくさんあって、はい、入ってくるだけでワクワクする、ね、お店になっています。ぜひ皆さんも足を運んでみてください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。